こんにちは、冬波です。今日から、天下統一戦、乱世の勧誘争奪戦、編が始まります。記念受験ですが、何卒お付き合いくださいませ。お相手、面白いカードを使ってますね。殺害されないように気をつけましょう。書を記すたびに、歌は蘇り。今回のテーマは、上昇ハーレムです。上昇のことが大好きな女の子を集めてみました。対戦、よろしくお願いします。この大会のルールを聞いてから、王位を使うことしか考えていなかったのは僕だけではないと思います。ただ、上昇も絶対に使いたかったので、やや歪ですが、上昇と王位を両方入れて組んでみました。開幕はなかなか冴えた感じですね。さて、式がごたまったらすぐに行きますよ。行けばいいんでしょ。右からクラウザーさんが白上、プッシュに来ています。スーちゃん、ちょっと懲らしめてやってくれ。おい、早速行きましょう。虹と誇り、そして大義のために。大井の大義の連戦は超絶強化、効果中に繰り返し使うことができ、その度武力とスピードが上がるのですが、この契約のヤバいところはそこではありません。この契約、なんと効果時間が永続で、撤退しても効果が終わらないんですよ。その分、撤退するたびに城にダメージが入るのですが、使えば使うほど強くなるので、当然撤退しづらくなります。いわゆる、相手あることが強すぎる、というやつで、登場当初、あまりの強さに環境を制圧。その後撃退化しましたが、王位含め味方に威力を盛りまくり、王位を発動しまくるという、王位わらは今でも環境に存在します。頂上対決にもたまに出ますね。今回の大会ルールは、式上昇速度アップ、です。そりゃ、王位が多いわけですよ、なんちゃって。さて盤面、なかなかいい感じで序盤を終えることができました。ここ、再び王位を使うか、号令を使うかで悩んでいます。ただ、王位って普通の長時間契約として使うより、何度も何度も使った方が強くて楽しいんですよね。なので、ここは迷わず王位で良かったと思います。登場当初、有効に乗るために吸ったのですが、全然使っていなかったので、使い方が染みついていません。さて、お相手の契約。我らの行く道は光に満ちておる。前方の老子の布石も、今大会のルールにマッチした契約です。ならばよし、封印しちゃいましょう。無情なる世に、未来の歌を紡ぐ。今大会のルールに向かって、喧嘩を売ってると言っても過言ではないこの契約。使うか悩みました。10秒くらい。老子の布石は効果中に契約を発動すると、武力が上昇しますが、封印しちゃえば関係ありません。さあ、攻めろ攻めろ。王位は1回使うだけでコスト3相当の舞台になれるので、連打しなくても強みはあります。迎撃にだけは気をつけましょう。迎撃は、本当にダメなんですよ。これが1回あるかないかで、ゲームがずっと変わります。まあ、1回くらいはね。いいんじゃないでしょうか。食らった後の対処が大事、そういう気持ちでやりましょうよ。老子の布石、長いですね。まだ続いてやがる。30カウントはだけじゃないな。封印が解かれてしまったか。残量の先人の誉れは旧シリーズからある優勝正しい契約です。効果が終了すると式が上昇します。老子の布石との相性はもちろん抜群です。大会ルールにも非常にマッチしています。これは嫌な流れだな。式がごたまりました。大義の連戦の発動チャンスですが、気づいていないですね。お前、何のために吸ったんだそのカード。さて、少し雑談しますか。皆様、天下統一戦はいかがでしょうか。お祭り気分でやっている人、スタンプだけ埋めたい人、平戦にこもって主要層のように玉璽を稼いでいる人、いろいろな人がいると思いますが、僕に関しては全然勝てなくて対戦をやめそうになっています。天下統一戦は前々回から参加しているのですが、なんだか普段の全国対戦よりレベルが高い気がします。決して小さくないメリットとして面白いデッキに当たるので、評価的な取れ高には困りませんね。ははは。前方が出てきたので本編。老子の布石、武力上昇は低いので、追加効果再発動されなければ号令パワーはこちらが上です。さっさと出て封印しちゃいましょう。ウェーイ。
関係ないね。これでも食らえ。無情なる世に未来の歌を紡ぐ。これ、再起したるなぁ。宝具の使い方が下手くそなんですよね、本当に。それでも再起は使いやすい宝具なのですが、だからこそゲーム全体で使いどころを考えなくてはいけません。ところで上昇、そこで何をしているんですか。高みの見物ですか。乱世の勧誘はやることが違いますねー。あ、ようやく動き出した。牙が2枚以上あると急に操作が怪しくなります。初心者あるある。おい、1回しか発動してませんか。やはり1回でもずっと強くなりますね。前は1回につき武力が4上がっていたんですよね。恐ろしすぎる。ここ、引きがごたまりましたが、やっぱり追加発動はなし。使っておかないと、この槍兵の攻めをしのげそうにありませんか。栄誉の暴走、もう天神の誉れ、とほぼ同じです。槍でダメージが上がり、終了後やっぱり引きが上がります。嫌な契約を使われましたね。おいで突撃できません。槍撃でゴリゴリ削られますね。こういう時は、乱戦しないと槍を振られ続けてしまいます。だから、第二の連戦を発動する必要があったんですね。ただいま。当然再発動。石の効果も相まって S 割性能がエグいです。これはまずいな。お、第二の連戦を使うのか。え？そっち。乱世を滑る時は今、そう猛徳に続け。劣勢にはなっていて、確かにこいつらを蹴散らせそうですが、せっかくだから多い使っとけよな、と見てて思いましたよ。あー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 、やめたら、対戦。再起が腐らなくてよかった、そう思うしかない。そう思え。あと18カウント、どうしようかな。全然セーフティリードじゃないので、もう一発くらい殴りたいですよね。お相手には宝具がないので、攻め上がれば数発殴れる気がします。測ったか。もう一度、守るために。で、出たー。貴様の尻は八つ裂きじゃー。怖すぎる。クラウザーさん、元炎術の地の活動は特殊な単体強化。武力とスピードが上がり、触れた相手の移動速度を下げます。ただ、発動中は同じ方向にしか進めないというデメリット付き。いいや、無視しましょう。意地と誇り、そして大義のために。ここでようやく2度目の発動です。これで武力中に、やはりちょっと物足りないですね。で、残量っていうか、お相手引きやりすぎじゃないですか。栄誉系のデッキはこれだからやりづらいんですよ。対象降臨。上昇、お疲れ様でした。やばい、クラウザーさんがこっちに帰ってきた。スーちゃんが危ない。さて、一見勝ったかのように見える盤面ですが、実は僕、この時点で超重大なミスを犯しています。それは一体何でしょうか。はい、ここで正解発表です。正解は、おい絶対時の白ダメを忘れていた、でした。なんだこのうちは、ふざけんな。対戦、ありがとうございました。この白ダメの理由に気づいたのは、家に帰ってからでしたとさ、めでたし、めでたし。ご視聴、ありがとうございました。